メディアを再生するチャップリンのお仕事。チャップリンのお仕事は、1915年公開の短編サイレント映画。エッサネー社による制作で、主演、監督は、チャールズ・チャップリン。チャップリンの映画出演に44作目にあたる。チャップリンがかつて見を置いた、ミュージックホールの定番ネタが、随所に散りばめられ、かつ強烈な皮肉精神を有した作品。チャップリンのここまでの出演。 監督作品のみならず、この時点までに作られた、あらゆるコメディ映画の中でも注目すべき作品と、みなされている。内装業の見習い職工のチャーリーは、親方と共にある家で内装の張り替えを行うこととなった。その家では、あるが朝食が遅いことをなじり、妻は、妻で家中を忙しく駆け回って、親方とチャーリーに指図をする。 家には他に美しいが何もしないメイドがおり、妻の元には自称フランス人伯爵が訪ねてくる。さらには忘れた頃に爆発するストーブもあった。親方とチャーリーは家で作業を始めるが、チャーリーは壁紙と格闘して家中を汚しに汚す。伯爵は家が混乱するたびに空気も読まずに現れ、主は銃を持って疑心暗鬼に陥る。やがて忘れていた頃に、 ストーブが爆発し、家はコッパミジに。家の者は瓦礫の下から這い出して顔を覗かせ、チャーリーは爆発元のストーブからかろうじて顔を出すのであった。チャップリンの伝記を表した映画史屋のデイビッド・ロビンソンは、チャップリンのお仕事においては、労働が完全に負のイメージで描かれていることを指摘する。その代表的なシーンとしてロビンソンは前半部において、 作業資材が高く積まれた荷車を引き、御車台に座ったインズリー演じる親方に散々な仕打ちを受けるチャーリーの姿を上げており、奴隷労働を描いた悪夢のようなグロテスクな、そして滑稽とはいえ恐ろしくさえ、ある一連のイメージ、と評している。あくまでコメディ映画なので滑稽は重要な要素であり、チャーリーが受けた数々の仕打ちは、 ストーリーの中盤以降で親方に対して反撃を行う伏線にもなっているが、作詞と屈辱的労働の強烈なイメージが作り上げられているのも事実とも指摘している。チャップリンは他に中流階級と労働者階級の間に横たわる不信感を巧みに皮肉っている。その皮肉を象徴するシーンとしてロビンソンはマータゴールデに演じる主の妻が食堂にあった。 銀食器のことを思い出し、作業を行っていた職人連中に、無別の眼差しを向けた後、金目のものを片っ端からかき集めて金庫にしまうが、職人連中がこっそりくすねていた金目のものを、チャーリーがかき集め、自分のポケットにしまい込んだ後に安全ピンで、ポケットの口を閉じるシーンを上げ、チャップリンの洞察力を称賛している。ロビンソンは、チャップリンのお仕事の総評として、 グリフィスの対策に劣らぬ独創性を示していたと論じている。壁紙張りのシーンは後年、サーカスとニューヨークの王様にも登場する。なお、チャップリンのお仕事制作中のチャップリンはエッサネーシャナイルズ撮影所に代わる新物件を探していたが、チャップリンのお仕事ではブラッドベリーマンションを撮影所の代わりとして使用した。このブラッドベリーマンションは後に正式に入手して、 マジェスティック撮影所となった。ラストで家が倒壊するギャグは、キーストン時代のチャップリンとパン屋のラストで披露したものの再現である。そこにはなぜかエドナがいないというシーンになっている。エトセトラ1914年制作、2010年発見の泥棒を捕まえる人を含む。1971年に映画研究家ウのアスプランドが制定した。 チャップリンのフィルモグラフィーの整理システムでは43作目。ここでは1915年2月風切りの国民の創生を指している。ありがとうございます。